痛い目見るわよ。坊や、無茶するわね。坊や。坊や、起きなさい。坊や。起きなさい。知らずのガキ相手に随分慌てるんだな。あんたこそ敵か味方かわからない私を随分気にかけてくれる男ってのはそういうもんさ。確かに後先考えずに行動する男が私の友達にも一人いたわ。そいつもきっといいやつだぜ。ちょっとスケベかもしれないけどな。さあ、行こうぜ。水の大聖堂はもうすぐだ。
なんだその何かセリフを言ってほしそうな顔は買い物の仕方くらいわかるだろう。こいつは魔界の。さっきまでの奴らとは違うな。あんたの友達か？そのはずだけど、今日はちょっとご機嫌が悪そうだわ。なぜ魔界の連中が私を。何か裏があるはずだ。例えばこの世界を司る力に異変が起きた。あんたは大丈夫そうね。行くわよ、相棒。Ha!
ここだ。このてっぺんで橋が架けられるはずだ。確かだの？へ、どうかな。素直じゃないのね。あんたの言うことに嘘はない。女の勘でわかるわ。そんな漫画みたいなことがあるかよ。あんたに俺の何がわかるんだ。少なくとも昔の私と同じ境遇だってことはわかるわ。何？私もずっと記憶がなかった。思い出したのはつい最近よ。あんたも？そう、俺には全く記憶がねえ。ただ俺はあの山フィンブルベトルへ行かなくちゃならない。それだけだ、俺の記憶にあるのは。かわいそうに、坊や。ママが恋しいのね。そんなんじゃねえよ。行かなきゃいけないと思うならそれを信じるのよ。私はそうしたわ。ベヨネット、行くぞ。なんとなく覚えてる。え？あの時の坊主？あら、二人とも知り合いなの？どうやってここまで？みんなに評判のこのルカ様は、伊達に修羅場をくぐり抜けてきたわけじゃないんですね。言ったでしょ？後先考えずに行動する男がいるって。で、今回は何を調べてるの？まあいろいろな。例えば、早速うまい魚料理の店を見つけたぜ。イワシのムニエルが絶品だった。だけど一番のトピックはこのノアトゥーンに古くから残る言い伝え、その名もエーシルの伝説だ。エーシルの伝説？どんなおとぎ話なの？お前も無関係じゃないかもしれないぜ、ベヨネッタ。え？エーシルの伝説、それは世界の始まりに遡る。誰も知らない原初の世界、それがある争いが元で3つの世界に分かたれた。光と闇、そして混沌。その混沌の世界として誕生したのがこの人間界だ。やがて3つの世界にはそれぞれに統治者が誕生した。もちろんこの人間界にもな。その神の名はエーシル。
エーシルは山の頂上から長きにわたって静かに下界を見守っていた。彼の観測が事象を確定し、観測あるがゆえに世界はその存在を認められた。つまり観測者たる彼の目は世界を創造する神の力そのものだったんだ。だが彼は自我を持たない未熟な人間たちを憂い、自らが持つ世界を司る力を二つに分け、それぞれを人間たちに委ねることにした。光の右目と闇の左目だ。エーシルの神の目を二者に分かれて持つことで、人間たちに選択の概念が生まれた。世界を確定する二つの目で、人間たちは自らの道を選び、自我に目覚めていったんだ。かくして我々人類は考える足となって、偉大なる繁栄の大きな一歩を踏み出したのさ。神の目を受け継ぐ創造主として。その目、そう、すなわち賢者と魔女が司る世界の目だ。世界の目だが、その賢者の司る光の右目がこの世から永遠に失われた。最後の賢者の命と共に。世間を騒がせている天変地異は光の右目の消滅と関係があるのか。これからこの世界はどうなっちまうのか、俺はその真実を見届けたい。真実は常に一つ。それが俺の目指すもの。つまりあの霊峰、フィンブルベトルだ。なぜそんなことがわかるの？調べはついてるのさ。なんたってこの素晴らしく寛大で色男のルカ様は。時に相手してる暇はねえ。ダメだ、全然
あれを何とかすれば。間に合え。行こうぜ。ええ、まあまあだな。Oh yeah!
してきたの。便利なもの。そんなこと言われたらますます連れて行きたくなるわ。私の用事のついでに。
また失敗ですか。やはり人任せにするものではありません。私自身が動くより他ないようですね。あいつは一体。なんで俺だけ水の中に。ここはどこだ。山とは正反対の場所だってことは確かね。この場所見たことがある。あついに追い詰めたよ。君はこの世界にいちゃいけない存在なんだ。二つに分かれた僕たちが一つになるには君が消えるしかない。坊や、大丈夫？どうってことはね。それより見覚えがある。もしかしたらベヨネッタ、地獄はすぐそこかもな。え？思い出してきたぜ、自分が何者なのか。そろそろタイムリミットか。間に合ったら奇跡だぜ、ベヨネッタ。そこを迎えが来たみたいよ。
¡Gracias!
Boya. これはまさか。ついに来たな。地獄の入り口に。これがゲイツ・オブ・ヘル。こんな扉の奥へ会いに行くなんて、あんたの友達もろくなもんじゃねえな。そうね。私をかばって殺されて地獄に落ちるなんて、本当にろくなもんじゃないわ。え？そういうろくでなしは嫌いじゃない。フィンブルベトルを後回しにして、こいつを開けるまで手伝ってやるぜ。あら、いいの？話を聞いちまったもんはしょうがねえだろ。またあの仮面野郎に襲われないか心配だしな。さあ行こうぜ。さあな。
悪魔には人の心が読めるんだ。何々？金に糸目はつけないわよ。だと？ふっ、そりゃありがたい。ついてきな。どこへ行くんだ？Thank you.
ついてきな。解除にはこいつが必要なんだ。 そいつを早く試そうぜ。 全力。
決めてやれ。お前はヘイロー、俺はアイテム。さあ今日も地域経済を回そうぜ。さっさと行こうぜ。
かったな。何してんだよ。ついてきな。
ついてきな。
なんだその何かセリフを言ってほしそうな顔は買い物の仕方くらいわかるだろう。ついてきな。出やがったな。余裕だぜ。一丁決めてやれ。
きな。Thank you.
な。よろしく。もたもたすんな。自分から地獄に落ちようなんて物好きはあんたぐらいだ、ベヨネッタ。そうかもね。さて、あんたのお守りも済んだようだし、これで俺はおさらばするぜ。待ちなさい、坊や。あんた一人じゃ危険よ。俺にも都合があるんだ。道案内は終わったし、あとは俺一人でフィンブルベトルへ。ダメよ。あんたみたいな子供を放っといたら心配で自分の仕事も手につかないわ。おいで、私の用事を済ませてから一緒にフィンブルベトルを食べる。おいおい、無茶言うなよ。どう考えても地獄へ行く方が物騒だろう。毒でなしの友達によろしくな。もうよ。早速お出ましか。
大事な仮面を台無しにしたのがそんなに気に障ったのかよ。当然です。君の罪深さを考えれば程度に。何？誰だ？シワを切るつもりですか？しかし君が記憶を失っても時に刻まれた記憶は決して失われることはありません。そうでしょう、ルーメンの賢者。待てよ、まさか俺を狙ってるのか。アンクラの前、あなたの相手はこのワンシです。あなたにも返してもらわねばならないものがある。あなた、その目です。目？采配の者よ、子供とはいえ容赦せん。貴様が犯した罪、この顔を見ても忘れたというつもりか。記憶にねえな。それよりちゃんと口があるなら自己紹介くらいしたらどうだ。Yeah.
女よ、その程度ですか。闇の左目の力は宝の持ち腐れですね。おとなしく私に差し出したらどうです。子供の命を狙うような奴らにくれてやるものは一つもないわ。いいでしょう。ではあなたに面白いものを見せて差し上げます。私の力、時空超越で。貴様たち、どういうことだ。魔女の反乱を止めるという話ではなかったのか。リオーラ、エンタ、アミカスタス、ルビレオス、リオーロ、ボールス、パオス、エヴァンナ、チーゾ、エヴァン、リオーラ、オーナーデ、フワースト、オーナーデ、パンシーザース、オーナーデ、ヒアタゲ、イジェ、オーロラ。何を読まいごとを。バルドル、やっぱりあなたじゃなかったのね。ああ、当たり前だ。我々は奴らにはめられたんだ。ローサ、いいから喋るな。必ず助けてやるからな。ローサ、しっかりしろ。もう20年も会ってなかったけど、ほら、あなたが私に送ってくれた愛の証も大切に。最後にあなたの顔が見られてよかった。ローサ、もういい、喋るな。こんな傷は私が。バルドル、あの子をお願い。セレッサ、成長したあの子を見たらきっと驚くわ。あの子こそ世界ローサ、時の流れが記憶した真実のビジョンです。デタラメよ。デタラメかどうか、その目で見て分からぬあなたでもないでしょう。闇の左目の所有者よ。飛び込むしかねえ。行くぜ、ベネッタ。
少々計算が狂ったようですね。しかし、世界の目が我が手に戻るのは時間の問題です。
で全力。なんだその何かセリフを言ってほしそうな顔は、買い物の仕方くらいわかるだろう。Shoot him!
お前はヘイロー、俺はアイテム。さあ、今日も地域経済を回そうぜ。
ムネットじゃねえか。まだこんなところにいたのか。ロダン、あんたまさか白馬の王子を気取って助けに来たわけじゃないでしょうね。助け？バカを言うな。お前がここでくたばるなら、その魂をありがたく頂戴するぜ。さあ、お前ら手加減してやるから楽しく遊ぼうじゃ。そこに俺の獲物がいるようだ。ジャンヌもあそこに。おい、待ちな。お前まさか横取りしようなんて言うんじゃ、うん、仕方ねえ。始末はお前に任せるが、獲物の魂まで消し飛ばすんじゃないぞ。友達を迎えに来たのよ。そろそろ門限の時間なの。ハドラクリア、アル、コランゾン、ムーア、クリプオ・クランザ・コワス・マドリード。チルガー・フリブス・アブマク・アムド・ゲーファ、ザクス・カクスパ、オルド・ウンド・ウク・クリン。バブロナ・パクナ・ニーソ。Nene Banglasti founds Nunc, Prinsar. Nunc vipuran galvan, curis tlasad pi. Ha! Ha! これでも許してくれるの？それじゃあこの宮殿がなくなったらどうなるのかしら？Exactly, Nunc. His umbra corons on t-
Kasam Nukh for Bowen Eran Madama Bottom Lie. Nikma Pai Las Madama Bottom Lie. Matba Katsba Zorgo Umf Zornzaba Umzam. Anta ga hito no urami o kau yo na akuma datta okage de aitsu o obiki dase sou.
誠に、こんな奴を相手にしてる時間があるのか。ジャンヌ。ジャンヌ、起きて。遅刻するわよ。ジャンヌ。 時間よ、起きなさい。お願い、ジャンヌ。目を覚まして。ジャンヌ。セレッサ。おはようのキスが必要かしら？ ここは一体セレッサ、まさか私を助けるために無茶なことを。
私のセリフよ。これは自分の体に戻るのよ。あとはゆっくり休んでいって。ヘルス、気をつけろ。何かが、世界に何かが起きようとしている。さあ、そんな心配はいいから、寄り道しないで帰るのよ。獲物が消し飛んじまうところだったぜ。こいつは、俺の芸術品が泣いて欲しがるわけだぜ。ごちそうだ、たっぷり食らいな。まったく、ロマンティックなシーンが台無しだわ。なかなかいい色艶が出たぜ。威力の方は、まあ、説明する必要もねえがな。忙しだな。持っていきな。出来たてほやほやで息がいいぜ。ちょっと頑張ってもいいんですか。ベヨネッタ。